世界でも類を見ないスピードで高齢化が進む日本。今後の在宅医療などの需要増加に対応するため、地域においてその対応が求められております。住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けていくためには、在宅医療が一つの選択肢として考えられることから、今後さらに在宅医療の提供体制を充実させていくことが重要となってまいります。2017年、茨城県と医師会が中心となり、切れ目のない診療体制の仕組み作りがスタートしました。在宅医療の需要が今後ますます増えていくってことは言うまでもないことでございまして、具体的にどういうふうにその受け皿を作っていくかということが課題です。全国の都道府県の中でも稀に見る珍しい取り組みだそうでございまして、県として自信を持ってやっていきたいと思っている事業でございます。で、今日認定証をお渡しさせていただく皆様方は、その全国でも珍しい取り組みの中の県内のトップランナーをぜひ務めていただければという期待を持たせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。在宅医療参入促進連携機関証の交付に入ります。地域で支え合う医療機関の連携体制を構築する医療提供施設等グループ化推進事業。地域の医師会を中心に複数の医療機関が連携を図ることにより、在宅患者の訪問診療や夜間急変時の対応などを支援する取り組みです。平成29年度は郡市医師会を軸に12グループが立ち上がり、在宅医療参入促進連携機関証の交付式が行われました。我々、水郡医師会の属する大子町は、今高齢者65歳以上の人口が 42% に達しております。我々医師をはじめとしたマンパワーの不足はもう慢性的になっておりまして、その在宅医療を進めていかざるを得ないような状態になっております。老老介護、老人の独居、非常に困難が立ち向かうことは目に見えておりますけれども、私たちは県の24時間医療をずっとやってきまして、365日という数字が出ると、私たちはこれもやらなければいけないんだなという義務感もありまして、今回のこういう運びとなりました。これを力にして頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしたい。一般の先生方も在宅医療というのはなかなか難しいという、そういうあと24時間の対応が難しいということもあるんで、そのあたり含めてね、やっぱり我々としては、医師会と行政と連携を取りながら在宅医療を行いやすいシステムを作ろうというのがこのシステムですね。茨城型地域包括ケアシステム推進センターというのを立ち上げて、今茨城県はですね、高齢者プラン21というのがありまして、高齢者の、ね、サポート、ケア、医療も治療も含めてどうするかって、そういうのを今もう十何年前からやってますので、行政と我々医療職の団体と、あと、市町村の、あと社会福祉の皆さん方と連携取りながら全面的にサポートしていこうという取り組みがこの取り組みですよね。その中で中心になるのは在宅医療と、あと僕、いろいろ専門的にやってること、認知症高齢者のね、認知症のサポートということも含めて大きな課題になっています。全国的に地域包括ケアシステムの取り組みが進められている中、茨城県においてもさまざまな研修会を実施し、その取り組みを推進しております。在宅医療がですね、ますます需要が高まるということで、茨城県から委託を受けて、昨年度から活動を開始しているところです。東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員木村誠一先生、生き生き診療所有機院長新井康之先生、お二人の先生から貴重な体験談をご講演いただきました。第一講演は
東京大学高齢福祉総合研究機構客員研究員の木村先生、皆様も柏プロジェクトをよくご存じだと思いますけども、先生に、第一の講演をお願いしたいと思います。柏の市役所に40年間勤めた市の職員です。でしかも20年間最後の後半の20年間ぐらいは、福祉に関わってきました。で、さまざまな問題点を見てきました。一人暮らしになって病院にも通えなくなったら暮らせるんだろうか。そうなったらもう施設に入るかどっかへ行くか、最後は孤独死するかしかない。こんなバカな話じゃないだろう。そして1年間かけてどのようなシステムを作っていったらいいのかって作り上げてきたのがこの図であります。福祉事業という取り組みです。知事に対して福祉事業がカバーするというやり方、具体的な事例を取り組むことによって勉強を進めてください。そして市民参画をここにいていくことによって地域包括ケアシステムは完成に向かっていくだろうと私は考えています。私の経験から言うと、どこの地域行っても在宅医療を本当に地道にコツコツでやってやってる先生います。必ずどこでも、多いか少ないかは別にしても、ただそれはその先生の個人的努力ですってんですよ。しかし地域医療とかね、暮らしって考えたら町の中でのシステムとしてなかったらおかしいじゃないですか。一方ではね、在宅専門の先生っていうのもいるんですよ。在宅の専門の先生をうんと集めればそれでできちゃうから。でも在宅医療っていうのは単に医療だけじゃないんですよ。そこに暮らしがあるんです。生き方があるんです。そこをやっぱり考えていくとしたら在宅医療専門の先生だけでは対応できない。だから普通ね、その外来でもって院を経営してて患者さんが長年来てて、その人が寝たきりになっちゃったらその人を行ってあげる、かかりつけ医として行ってあげるっていうのが私はもう大前提だと思います。でそれを行政はちゃんと支援していく。そのシステムを作るプロデューサーは地方自治体の行政だと思う。ただ体制はできたんで期待は大きいと思いますよ、はい。このきっと茨城県 の医師会が県から委託を受けてこのセンターはきっとある意味ではモデルだかもしれません。他全部やってるわけじゃないですから。結構先進ですか。先進です、このシステムはね。ただこれはどういうふうにこう運用していくかっていうのはこれからの大きな課題だと思いますよ。この患者さんにおいてはこういうリスクが見積もられます、こういうことが起きるかもしれません。私たちがやってる在宅医療というのは体よりもその人の人生や生活の方が優先順位が高くて、どんな人生を送りたいのか、何がやりたいかによって治療方針が変わってくる、それが私たちの本質じゃないかなというふうに思っています。在宅医療における医者の役割を考えていくと、在宅医療においてはこちらが大事になってきます。医学的な予測です。そして関わってくれる専門職も多くの人市民ですから、非医療職においてはですね、だから在宅医療のこと分からないわけですよ。だからどんどん伝えていかないと、ヘルパーさんも在宅医療にビビってたりとかするわけですから、そういうところを変えていかなくちゃいけないなと思います。僕の中では在宅医療をやってるっていう特別な気持ちは正直ないんですよ。患者さんのために、なんか地域医療って患者さんのためにやってたら、あるいは地域のためにやってたらおのずと必要だった。それで、必要な時にうまくいかないこともたくさんあって、そうすると常になんかこう課題を見つけちゃった。じゃあそこに何かアプローチしなきゃいけないよねって言って、地域の人たちにちょっとこうしてみない、ああしてみないってやってたっていう感じで、なんか在宅医療のところだけ切り取られると僕説明できないですよ、正直言って。なんかもう全体のうちの一部分っていう感じのつもりでいますね。当然やっぱり医師会っていう医者の集まりが旗振ってですね、やっていこうっていうのは大きな推進力になると思うし、しかも結局県という形と、まあ、完全にタッグを組んでいる形になっているので、県は県で仕掛けをして、職能団体は職能団体で仕掛けをしてっていうのは、本当に本当に社会で言われている行政と医師会のタッグ、実際それが実現できてるなっていうのがあるので、あとはそれが上手に市町村に落ちてくる、市分医師会に落ちてくる、そこら辺のところの仕掛けが
今後行政が県側から市町村へ、県医師会から市郡医師会へっていう、ここが次の課題なんだろうなと思っていますね。今日のあの柏プロジェクトですか、すごいなんか行政とあの医療がタッグを組むことによってあの地域包括ケアが進むんだなっていうのは分かったので、茨城も進んでくれるといいなってすごく思ったんですけれども、患者さんの体だけではなく、生活をメインに考えるというところにすごく共感しましたね。平成30年度診療報酬介護報酬の同時改定を踏まえたかかりつけ医が果たす役割をテーマに、日本医師会常任理事である鈴木邦彦先生よりお話を伺いました。今度の同時改定は2025年に向けた一連の改革の、まあ、ピークなどですね、非常に重要な改定になりますので、少なくても地域包括ケアシステムの基本である医療と介護の連携というのは、診療報酬介護報酬の整合性が取れた形で進むというふうに考えられますので、まあ、それを受けてですね、まあ、在宅医療あるいは多職種連携、そういったものをですね、看取りとかあるいは入退院時にしっかりですね推進することによって、地域の中のですね医療介護連携を推進し、そして地域包括ケアシステムを構築をしていって、次の段階である町づくりというものに発展させていく必要があるというふうに考えております。厳密には法律上はですね、地域包括ケアシステムって高齢者だけが対象なんですけど、そうじゃないんですね。実際にこう取り組んでいるとですね、障害者とか子どももですね、一緒に取り組む必要が出てくるということでありまして、それは全対象全世代そういったものを巻き込んでですね、地域包括ケアシステムが進化、まあ、進むのと深まるのと両方ですね、それが今起きてますので、それをですね、地域の中でしっかり受け止めるとともに、元気な高齢者に地域を支えていただいている間にですね、仕事と子育ての両立を通じて次の世代に育成まで行わなければならないということですから、そういうことによってですね、地域に住んでいる若い方にとっても未来に明るいですね、光が見えるようにしないと、これ地域包括ケアシステムが進んでいきますと、診療報酬介護報酬に頼らないでですね、地域で自立していける高齢者や、まあ、障害者や子どもですね、それを増やしていくということになりますからね、それがですね、実現できれば究極的には結果的には賃料報酬介護報酬の抑制にもつながっていくということになりますので、まあ、自助互助の世界をですね、もっと広げていく必要があるということであります。茨城県医師会諸岡会長に在宅医療の課題を伺いました。各自治体には地域包括支援センターというのがありますから、そこにはね、やっぱり保健師とかケアマネージャーとかいろんな方多職種が入ってるから、高齢者にとっていろいろね、社会的な問題になる場合には当然警察行政の力も借りるとか、それを含めてもうオール茨城でこのことはやるというのが大事だと思います。24時間家族が自宅で見てる在宅に関してはやっぱりサポートしてあげないと家族が疲弊しちゃうと。そのためにレスパイトケアってね、患者を見てる家族のサポートをしないと本当の在宅のケアにはならないとと僕はずっと思ってます。茨城県のね、県民の健康いわゆる寿命の延伸と、そういうことも含めてオール茨城でやろうというのが今の取り組みですから、茨城型地域包括ケアシステム推進センターは、地域で支え合う在宅医療介護の仕組み作りとして、多職種などが支え合えるような取り組みを支援してまいります。